触れない。難しい。電源がね、別に必要なんですよ。別にこれ、こんぐらい明るさ違います。ちょっとわかんないですね。ああ、でも一応見えるか。一応見える。こうやると。さてと、いよいよ最後になりましたが、エアスカウターですね。ブラザーの製品で、ヘッドマウントディスプレイと呼ばれている製品を開いてみます。じゃんと。少々のテープを剥がしたい。剥がれない。剥がれない。難しい。カッターで切りましょう。本体が恐る恐る取り出すと、テープで何気に貼られているのもトラップで、こういう状態のものですね。ヘッドセットがあって、スカウターディスプレイがここ、こう映した方がいいですかね。このユニットで表示する。 USB の端子がこうですか。 USB の端子がこう で充電するというよりね、外にモバイルバッテリーの電源が必要なんですね、この人。それがちょっとな、特殊なところですね。特殊というか、血栓が面倒くさいと言った方がいいかな。これが落っこちないようなストラップ、落下防止用バンド、もう一個は右目用のフレキシブルアーム。右と左でアームの形状が違うんですね。ヘッドバンド、額の部分がこうだから、ヘッドセット上からカポッてより水平に乗っける感じですね。袋から出した状態で、このスカウターから伸びてるケーブルをおそらくここに合わせる。ちょっと十分に距離を持たしたいですね。長さの加減が難しいのですが、完成状態でこうですね。まずヘッドセットがあって、ケーブルが伸びてて、指導補正のつまみがあって、で、ヘッドセット頭に横から見るとこういう状態で、こういう状態で取り付いてると。ここ頭ですね。で、目に接するんですけど、さっきやってみたんですけど、カポッとこう、やっぱり視界全体を覆うのではなくて、視界の隅っこにちっちゃくディスプレイが表示されるというような商品です。でね、ただ接続が結構大行というか、HDMI で、スマート送信機の方に接続をしなくてはいけないのと、あと電源がね、別に必要なんですよ。別にこれ、この中にバッテリー内蔵してるんじゃなくて、これはただの接続ユニットであって、こっからモバイルバッテリーをつながないといけないんですよね。それがちょっとめんどくさいなというところですが、開封してみました。さてですね、いよいよ長かった開封の儀も最終ステージっていうことで、 Mavic 2 Pro 本体と、今度は標準のプロポじゃなくて、コントローラーじゃなくて、これは、DJI のスマート送信機、保護シールというか保護ガラスもちゃんと貼りましたね。まあまあの出来です。で、コントローラーつけようか。コントローラーね、面白いところにあって、アンテナを伸ばしたら裏側にコントローラースティックが隠されている。このギミックいいですね。このコントローラーに HDMI の、何ですかね、 HDMI のケーブルがついていて、この先がブラザーのエアスカウターにつながっています。この接続用のボックスがあって、ここに HDMI 端子が刺さってる。で、それだけじゃダメで、電源を別に取らなきゃいけなくて、そのためにモバイルバッテリーがつながってます。 USB でつながってます。で、今接続ボックスが橙色に点灯して点滅してるんですけれども、これは入力がない状態だそうで、今からプロポの電源を入れてみたいと思います。電源オン。うわ、明る、めっちゃ明るい、すごい明るいね、これ。ちなみにですよ、 iPhone のまあ標準的な明るさがこれだとすると、 DJI スマート送信機の明るさはこんぐらい明るさ違います。一旦接続の確認なんですかね。本体側の電源入れてみっか。注意深く、
黄色いのなんだ5、ここで設定をします。 HDMI のレゾリューション、これ多分解像度変えないとダメなんだよね。これ見えるかな、今こういう状態でちゃんと映ってますね。合唱させるの大変だと思うんだけど、 HDMI 出力モード複製でよし。ちょっとわかんないですね。あ、でも一応見えるか、一応見える。こうやるとスカウターの中に表示されております。カメラビュー、スマート送信機本体の出力と同じにしてみますね。だいぶ夜も更けてきたので、そろそろ終了にしたいんですけど、送信機の機体のみ、機体からの GPS 情報だけで多分位置を取得するっていうことなんでしょうね。アカウントログインしてないね。はい、 Wi-Fi の設定が終わり、 DJI アカウントでログインできた状態なんですけど、 Name the new region って聞かれて、地図のなんかダウンロードっぽいんですけど、ダウンローディングジャパンと表示されて、まあ、ジャパンって今指定したリージョンの名前で多分何でもいいんだと思うんですけどね。これでダウンロードが始まりました。エンターデバイス、なんかね、起動するときは初めてのドローンの起動はやっぱりすごい緊張しますね。ペアリング中、ペアリング中か、機体に接続リンクしてるはず、本体底部のリンクボタン、どれ、バッテリーの横にあるのか、リンク、できた。よし、ペアリングできました。プレサイスフライセーフティデータベースアップデート、なぜかそれが英語モードになってしまうね。ちょっと今アップデート中です。もう一息だ、頑張れ。 OK、 OK、 スライドしてアップデート、送信機のファームウェアをアップデート中です。なんかマビックがアップデート中みたいですね。しかしバッテリーの減りが早くて困る。再起動したはずなんですけどね。多分リンク切れを起こしているので、マビック2プロの微灯が赤く光ってますね。あ、まだやってんのか。お、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 マビック2プロ側が再起動してアップデート終わりましたかね。はい、 OK、 標準のプロポと出てることは、出てるメッセージとしては一緒ですけど、文字列はなぜか違いますね。で、地図が出ないっていうね。ちょっと待って、はい、一応収録時のトラブルがあったみたいなんですけど、今はどういう状態かっていうと、 Mavic 2 Pro とこの、スマート送信機がきちんとつながっていることを確認したのと、この、スマート送信機側で Wi-Fi の設定を終わらせたのと、あとテザリングで、なんだろう、外でその地図情報をダウンロードしてこないといけないかもしれないので、ここ今屋内で GPS 取れてないんですよね。で、事前に地図をこれダウンロードしておけるみたいなんですけど、一旦やってみたけど、果たしてそのジャパンリージョンなのか何単位なのか分かんないんですけど、地図が本当にダウンロードできたのかちょっと怪しかったんで、外で iPhone テザリングで行けるようにテザリングのアクセスポイントの Wi-Fi のセットアップもやりましたと。あとはコントローラーとしてというか、送信機として一通りこの Mavic 2 Pro に対する、設定一通り確認しましたっていう状態です。はい、オールグリーンというか、これでいつでも飛べると言っていいはずです。飛行前チェック完了っていうことで、画面を元に戻す。はい、ということで一通り終わりました。朝の4時半だーっていうことで、もうなんか寝起きは、はいっていうか寝てないんですけど、世の中頑張れば何でもできるもんですねよくわかんないんですけど、
DJI Mavic 2 Pro の開封の儀とエアスカウター、ブラザーのエアスカウターと取り出すときに注意を要するんですけど、この DJI スマート送信機ですね、この3点セットが赤度の、空撮セットとして売られてるんですけれども、一挙開封の儀っていうことで一挙収録してみました。もうすべてはね、もう1日お休みがあるんですけれども、今日 Mavic 2 Pro を初飛行してみたい一心で、しかもこのフルセットでね、初飛行してみたい一心で、もう全部丸ごと開封してみました。赤度のね、この空撮セットってもうなんか今ウェブサイトで見るともうなんか売り切れになっちゃっていてですね、おそらくまたあのプギーテックのケースが品薄でなかなか入ってこないんじゃないのかなっていう気がしてますが、特にこれ宣伝なわけじゃないんですけど、興味のある人はまあ気長にあの待ってみてください。やっぱりね、 DJI Mavic Mini に比べると図体でかい、重い、巨大、なんかプロペラがね立派でね、取り扱いがまだおっかなびっくりっていう感じです。 DJI Mavic 2 Pro になって、まあ、重量も増しましたしね、1キロを超えてるんで、これで、まあ、どういうね絵が撮れるのかで結構楽しみですよね。でこの DJI Mavic 2 Pro とあと、ブラザーのエアスカウターの組み合わせでギリギリこの目にかかるような位置で録画されてる画像を確認しながら目視飛行ができるというのがこの空撮セットの最大のポイントなんですね。ぜひこれを試してみたいなと思ってます。一通り開封編でした。面白かったらいいね評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ニレコムでした。